ちょまでございます。今日も行きましょう。なんだろうな、マシュマロさん、優先でも行う優先ってあるんですか？そうだ。で、杉下さんが優先は通信が安定するだけだから、元がゴミだったらゴミ通信で安定するだけだよってことで、その通りですね。全くその通り。まあ、家庭によってね、例えば北海道に住んでる人と東京に住んでる人が同じ回線スピードなわけはないじゃないですか。距離がね、遠いから。まあ、そういう感じで。まあ、どうしようもないところあるけど、まあでも最低限優先でやれば、そこまでひどいことにはならないんでね。例えば試合が途中で変なところで終わっちゃうとか、そしたら本当に勝ち負けもつかないで何の意味もありませんから。シロさん、ウイレ2000錠買った方がいいから。絶対買った方がいいっていうか、買わなくていいよ。もう、2017出るから、無料版でいいと思います。マイクラブしかできないけど。ゴー君、チャオの中で知っている歴代最強フォワード、俺バティストゥータがやっぱサッカー見始めた頃が、フランスワールドカップブームだったから、バティストゥータアルゼンチンの。相当インパクト残ってますね。吉田さん、バロンドール取りそうなのは誰だと思いますか？まあ、チャマンチェスターで言えば、イグアイン、ベイルあたりやっぱ有力だと思いますね。小平さん、最近はチャマさん動画見てから寝るのが日課ですということで、子守歌、ミラーボールから悪魔の子守歌ということで、みんなの安眠に一役買っておるチャマくんでございます。金ちゃん、鼻赤くないですか？そう。コーヒー飲んだらさ、鼻むっちゃ痒くなって、多分アレルギーだと思うけど、初めてなんだよね。鼻の中と、外と、鼻の中がなんか、ムズムズして、すげえ、一日気持ち悪かった。まあ寝てからラッキーだけど、ラッキーじゃない、なんだラッキーって。なんだラッキーって！ラッキーもクソもないよ。俺の実力で勝ち取ったこの鼻の平常だ。やめろ。ハーメン不思議の国の小人さん、ゴールデンタイムっていうのは、まあ、大体、みんながゲームするときとか、通信が多くなるとき。ゲームしなくても、例えばマンションに住んでる人で、そのマンションに50部屋あって、まあそこにいるね、家族が住んでたり、一人で住んでたりいっぱいいて、まあ何百人とか住んでる可能性があるわけじゃん。何百人ないな、50部屋だから。まあ100人とか住んでるとしたら、その、まあほとんどの家にまあ今もパソコンとか Wi-Fi とかあって、つって、マンションに来てるインターネットのケーブルは1本みたいな。まあ、何本かあるところもあるけど、1本。その1本の何ギガみたいなのを、やっぱ50人で分けると。じゃみんなが寝てる間は、ほとんど使われてないから、まあ、そのね、1本を独占できる。ただ、まあ、いや、ゴールデンタイム ?8 時、7時、8時、9時、10時、11時、12時とか。仕事から帰ってきてご飯食べながらパソコン見たりとか食べ終わったからちょっとパソコンで映画見ようかとかするとやっぱそれをみんなで分けるからちょっと回線スピードが遅くなる。まあもちろんそれもウイニングレブのサーバーにアクセスしてる人の人数とかも関わってくるし、まあいろんなことが複合的に関わってきて、回線のスピードっていうのはまあ結構ね時間によって変わっちゃう。だからまあ朝方とか夜中とかやるのが一番ベストだけど、まあできないことがあるからゴールデンタイムは重くなるから気をつけてねって。まあプレイする時のね感覚が本当に違う。ボタン押してからどんぐらい押してからパスが実際に出るまでの速さが全然違うから、まあその辺慣れていったらいいと思うけど。サン斉藤さん、チャマ君負けてイライラした時の対処法なんかね、あれじゃん、俺アンガーなマネージメント、あの前園さんがワイドなショーでやってた4秒間だっけ5秒間だっけ、怒りの頂点こう勢いは足すのは5秒間ぐらいでバッて上がってそこからゆっくり沈んでいくみたいな。だから4秒数えるっていうのはありかもしれませんね。心の中で1、2、3、4みたいな感じで、そしたらもうあとはもうなんかもうどうでもいいやってなるまで待つ。ムカつくときはムカつくけどね、その4秒の間にバンバン来るときあるから、それはムカつくときはもううえーってなってコントロールバコンよ。藤本慎さん、サムネが重い、重い軽いの重いが思い出の思いになってるよってことで、邪魔ボンミスやってしまいました。いろんなねたくさんでそういうのコメントの指摘あったんで気をつけます。教えてくれてありがとう。松下さん、吉沢嵐を買ったんですが4222しかできません。どうしたらジャンクみたいな4231。吉沢嵐によっても可変褒めっていうね、攻撃、守備、キックオフ、この3種類の時に勝手にフォーメーションが変わるよっていうヨスアラシルと、もう4222とか4231とか433とか、固定のヨスアラシもいるんで、間違ったヨスアラシルを買ってしまいましたね。可変オフっていうね、フォーメーションのところの上の方にね、可変オンオフみたいなのがあるんで、そこオフ、上だったかな？可変オフ。で、フォーメーションがね、3つ重なってるから、可変オンのやつは。
1、攻撃、キックオフ、守備、あ、攻撃、守備みたいな感じで、こう3枚重なってんの、こうやって。こんな感じで。で、こう、こうやって、こうやって、こう、こう、みたいな感じで、こう自分で選べるから。その3枚重なってるのは可変方面ですね。ナルックスさん、チャマ君の思う強い攻め方どうぞ。まあ、強い攻め方っていうか、強いかどうかは、まあ、強い攻め方で言えば、もうサイドからのクロスが一番強い、今作は。でもそればっかり90分やってたら、やっぱ相手も気持ちよく、クソ負けたってならないと思うんだよね。なんだこいつマジでクロスしかやんねえじゃねえか、みたいな。まあそれもいいんだけど、本当に勝ち負けが重要な時にそれでいいんだけど、普通のマイクラブのレートかけた戦いとか、別に正直悔しいけどさ、あの負けてもいいっていうかさ、もう別にそこ、その一戦、勝たなきゃ死ぬとかなんかなるわけじゃないから、やっぱ気持ちよく相手を裏切ってきたよね。こう、駆け引きで、2択作っといて、相手が動いたら逆だよ、みたいな感じでキーパーと一体作ってとかもうやりたい。強いかどうかはまあそこ別かな？うん。強いかどうかで言ったらもうフラスル。ベイル走らせてクロスする R にクロスが一番強い。もうそれはもう体験版の時点で言われてたから。ジャック・プッシュさん、最近めっちゃ負けるけど頑張りますってことで。もうね、最後やっぱり好きな気持ち、やるっきゃないと。やんなきゃ上手くなんない。マジで。飯島さん、よそ嵐より多すぎてつまんねえ。確かに強いけどさってこと。もうほんと俺も思う。もうまたよそ嵐を。またよそ嵐をか。まあでも、まあ、プレイヤーさんともそうだし、俺がよそ嵐より強いって言っちゃったから、まあこういう風になっちゃったわけだけども。まあ、最高ですね。うん。まあその中でも、いや、チャマ言ってること違うよ、みたいな。俺の別府グアルティーノの方が強いよ、みたいなやつが出てきて、本当に強かったら、俺は、ちょっとワクワクしちゃいますね。うん。タンチョードルさん、レバとアラバ出たけど使える？ちなみにロベカルもいるから、アラバはまたロベカルどう？アラバセントラル、中盤の CMF で使えるし、ロベカル俺いらないんじゃないかな。アラバどうしても使いたいんだったら。ナベさん、対戦ありがとうございました。やりとりが重くて使いづらいのですが、代わりになる選手から、マッチュイディでしょ、マッチュイディ。マッチュイディ。俺、やや取れだったら多分、モドリッチとか、トニクロスはないか。モドリッチとか、そういうドリブルコネコネ系のセントラルできる人でいいと思うな。まあ、ディフェンスがね、モドリッチだと、正直そんなに強くないけど、やや取れはかなり、きついよ。あれはちょっと、囲まれたらディフェンスできないし、フォアチェックアグレとかで重い人とかとやった時はもう地獄だと思う。ヤーマンさん、キックフェイントはありですか？はい、キックフェイントはありですね。唯一僕がフェイントの中で、やった方がいいよって確実に言えるのはキックフェイントぐらいですね。ジャスミンチャコとセナさん、ゲーセンのウイレは回線操作が日常3で。あ、そうなんだ。最低だな、ゲーセンのウイレ。タンバリン後藤さん、よさらしぬの OMF がある2トップのフォーメーションって442のやつとは別なんですか？うん、別。いっぱいある。よそ嵐る、特によそ嵐るは7、8種類あるんじゃない、もしかしたら。うん、その中から4141とか433のやつを選んだ方がいいと思います。守備下手な人におすすめの監督とかはもうよそ嵐るでいい。よそ嵐るもうほんと黙って、よそ嵐るが何したいかっていうのをこうやって見ながら、普通だったら人が来たらこうやってディフェンスプレス出してパスが来るからこうやって自分で一応ディフェンスするじゃん。もうヨスアラシルはこうやってヨスアラシルが何したいかっていうのを見ながら、あ、一人だから一人だけ操作してる感じで、残りの人がヨスアラシル勝手に動くから、あ、こいつ行ったら俺カバー入ろうとか、あ、ボール行かない、あ、俺行こうかなみたいなのを繰り返しやっとくだけでもう相当強い、マジで。タカさん、ノーマルガチャでインシーネ来たんですよ。強い強い。インシーネとかはウイレで強いタイプだよ。背がちっちゃくて細かい人、根幹もあるしね、確か。俺、序盤結構使ってたよ。大津さん、イブラのゴールを狙うフリックが何メートルか限界。わからん。わからんし、そんなこと気にしても、いいことないぞ。あ、まあ、でも今作は、どっからでも打てるから、無回転でめっちゃいいとこまで行けば、まあ、キーパーの、自陣のキーパーのところからも入るんだろうけど、まあ、ハーフライン超えてちょっとぐらい、ハーフライン、まあ、ギリギリとかでも、この、無回転でさ、ボーンって浮く無回転と、そのままダーンっていって、カクンって曲がるやつあるでしょ。で、カクンって曲がる、ボーンっていくやつだと、もう、バウンドしちゃうから入んない。グワーンって浮いてか、グネグネって曲がるやつじゃないと入んないから、まあ、かなり確率低いから。まあでもロマンはあるよね。うん。俺はでも最高で45メートルぐらいは決めたことあるかな。
なたかなたかさん、スリートップにコロナイブラーロッペンって嫌われますか？まあ、嫌われる。まあ、使い方次第だけど、多分嫌われるかどうか、聞いてるってことは多分 DM でクソサッカーしてくんじゃねみたいな感じで、DM じゃない。メッセで怒られてきたからなんだろうね。うん。だから、誰を使ってるかっていうよりは使い方なんじゃないかな。それと、あと別に勝ちゃいいゲームだから、うん、嫌われたっていいという気持ちがあれば、それはそれでいいんじゃないかな。ただ本当にそういうやつは友達ができないよ。長年見てきたけど。長年って言っても3年ぐらいだけど、オンライン。うん。やっぱフレマやりましょうとか言っても、クソゲー、ベイル走らして、なんだ。フラスルで、もうイブラにヘッドしか狙わないような人とか、90分それ狙わないような人とか、クソゲーや、言ったらクソゲー、みたいな。クソゲー、ウイレというものをクソゲーにしてしまう。もうそれ入るんだったらおもろくないわ、みたいな。そういう戦い方をする人は、あんまりね、人には好かれないよね。で、どうやってうまくやっていくかって言うと、やっぱ上手い人とか、同じレベルの人と、毎日フレマとかをして、一番簡単なのが、毎日フレマをして、昨日これで負けたから次こんな作戦してやる。じゃあそれやっていくんだ、こう、みたいな。切磋琢磨して、ウイレの強いプレイとか弱いプレイ、あとはなんか、新しいプレイっていうのをこの二人の中で発見していく、もしくはそのコミュニティの中で発見していくっていうのが、やっぱりね、効率がいい。一人で、いろいろ探すのよりは、例えば、このプレイ見つけたんだけど、どうかなってやってみて、あ、これやったら対処できたわ、とか、あ、それはもう止められない、とか、判断してくれる人がいた方が、やっぱ確信が持てるから。そうなると、やっぱクソゲーやってると、最終的には、進歩はないのかもしれないですね。まあ、それでも別にいいよっていう人は、やればいいけど、人のプレイスタイルなんでね、とやかく言う必要はないです。まあ、そんな感じで、今日の動画、コメントもたくさんいっぱいもらいまして、ありがとうございました。長くなってしまいましたが、今日の動画、まさにクソゲー。エモも死んでいたけど、チャマは、諦めなかった。パー！ブル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 バーン！チャマでございます。817。勝率5割。これは強い予感。楽しみでございます。パー。やっていきましょう。もう水曜日だから、来週、明日ライブアップで、あるはずだからね。ラスト2、3回とか何回ぐらい楽しみやな。まあ、なんか、スアレス、カバーニ、イブラが絶頂かなみたいな。メッシ、ネイマール、好調かなみたいな感じで言ってたんで、ちょっと楽しみにして。うわー、メッシそれ決めちゃうの。いや、メッシだったよね、多分ね。そうですかね。ベイ、取れないかな。これはやばいな。あ、イブラいるんだ。これはやばいパターンやな。めんどくさい90分になりそうですね。セイ。で、イブラが逆サイドにいるんで。ああ、取れそうだったな、今。あやつれもいると。あ、違う。そこ一回スアレスに当てて。サイドバック上がんないようにするか。アバーテじゃ無理。一回出しとくか。で、センターバック配置を変えましょう。イブラがいるから、ドゥルル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 で、アバーテオーレンとこで、これでいいかな。スワレス、バラン。バラン、ボアテングで。で、守備時もセンターバック。キックオフ、攻撃時、センターバックオーリア、アバーテ。しゃ。あ、またなんか変えてきてるかな。よっしゃ。
これでまあ一応なんとかクロスには対応できるかなと。あ、やっぱ、OK。あそこで取られたらかなりだる。あ、おー、OK。よし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 。結構いい感じの形で点を決めましたけども。メッシからベイル。ああ、そっちまで行っちゃったんだ。スアレスかなと思ってたけど。アワーテが上がっちゃうのか、こっちうわ、あれ届いちゃうんだ。結構ラッキーに。あ、またパスずれたと思ったんだけど。イブラ恐るべし。Looking back at that, that's how you play on the counter. Quick and decisive and ruthless with the finish. I thought it was a stunning, stunning breakaway. Yeah, なかなか取れないね。Look, it's lovely having a player with such ability in your side. He's always capable of coming up with something. ババって上がってほしくないな、マジで。OK。パスずれ。Shade too heavy. こっちから攻める？ちょ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 、メッシ頑張れ。Either side really getting hold of the ball. めんどくせえな。これは負けたくない。やばい。ディフェンスうまいんだよな、この人多分。どうしていくか。やばって上がったしかないな。ディフェンスこれ取ると。OK、マイボール。ファーファーファー。はい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 、ここで1点取りたいね。28分、追いついたらでかいよ。でこうアバーで上がってくるね。いやー、おお、もうしてねえなこいつら。頼むマジで、頼む申します。アザちゃん、これはラッキー。チャンス、ここ絶対絶対空いてるもんな。オーリエマンマークにしよっか。そっちの方が良さそう。あ、違う。チャンス勝たないか。わりかしだるい。ナイス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 。お、今これ通るんだ。頼む。これ後半流れ来るパターンだと見て忍ぶしかない。忍ぐな。忍ぶって人死んでませんやん。 OK。 微妙。ルイス・ワレス、ややったらやばいなマジで。オーリーつけよう。マンマークオーリーつけとこう。これはやばい。これだけでいいか。なかなかやな、これ。よっしゃー、バレてるー。いや、メッシがな、裏取ろうとしてんだよな。俺そっち行くか。まあいいや。オーレそっちヘッド行っちゃったらマンマークの意味があんまりないんだけど。まあいいか。 2-1 ね。いや、ロースコアだね。ちょっと待って、パスカットとかどうなの。結構やられてるでしょ。やられてるな。14多いな。
まあ後半流れ来るやろ。やっていこう、やっていこう。集中力。And we're off again. Okay. So 45 minutes to turn it around. 1個ね、ためがあるんだよね。Messi. 体が向ききらないんだよな。Yaya Touré. マンマークでも無理でついていかないんだよ。Cesc Fabregas.クソダリーナスアレス、あそこで超ナイスパス出されたらめっちゃだるいんだけど。パスが伸びるな。やっぱ、あ、オッケー。うわ、危ねえ。頼むよ。こういう時アグエロとか欲しいよね、こんだけ前のめりになる人は。ただ通常の攻撃ができなくなるからな。メッシどこいんだよマジで。メッシマジで、あ、来た。こんなところにメッシ、ずっとあれパス受けれないとこにいたけど、こんなところで活躍してくれんの。さすがにイブラ大丈夫でしょ。あばあばあば、あばAnd yet they didn't heed, and they've paid the price、okay. and deserved it. いや、これで。Quite a thriller this one's become. And a game like this, every chance is vital. ちょっとこけてる。But they're back on level terms. いやー、ずれる。Luis Suarez looks at him gently. He's made sure that that won't get through. Manchester United. はい。来た。来た、これ。Matuidi.Messi. いやー惜しいな。こうでしょう。ナイス。うわー。いやー取ってよ。メッシ取って、それは。それは取って、さすがに。ナイスナイス。ヘディングしてほしかった。危な。さすがにヘディングしてほしい。OK。入れ。オッケー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 。もうちょっといいコース行ってほしかったけど。あるのかこれは。スアレス、メッシ、サンチェス、当たってるんだよな。メッシ、スアレス、このままでいくか。イブラのヘッドも捨てがたいなこれ。この試合ちょっと重いからメッシ、イブラだと多分キープができないんだよね。こねぐり回すやつが。ベイル、どこを警戒してるか。奥か、あれ。いやーマジか、ずれる。69分、流れこっち来い。あ、ラッキー。よっしゃ、来た。今見た、スパキャンで方向変えたの。見た、見てくれてた、見てくれてない。これさらにだるい人来たな。さらにだるいロナウド出てきたけど、あれあれ、スパキャンしなかったら一回ボールの方を向いてからの向き直しが必要だったけど、スパキャンしてもこっち向いてトラップしたよ。見てて、何回巻き戻ししてうまくいったわ、あれ。一回初めてじゃない、うまくいったの。たまたまかな。なったらいいなと思って、ちょいちょいやってた。あ、やば。やばいだしょ、それ。やばいだしょ。ルイス・スアレス。いやー、これな。なんでベイルが前に走ってくんないんだろう。OK。ある、ある、ある。いやー、フォアチェックアグレにした方が強そうだけどね。なんでやねん。
なんでやねん、マジで。全然動きかないじゃん。もう吸い寄せられてたよ。いや、だからスアレスさ、そこ行ったらお前ディフェンスの裏だろ。集中しろ、お前ら。OK、来た。ラッキー。ラッキー。よし、ラッキーの、アンラッキーの失点の後はラッキーの得点。いやベイル、誰かいないかな、内側、これや、よっしゃ、相手が1回目奥をね警戒してきてたから、そこが空くでと。 動きがいいよ。復活したよ。ようやく復活したよ。いやー、これな、中に入っちゃうんだよな。OK、ここはセーフティー。ここはセーフティー。ほい。ほい。パスが通るようにならない。いいね、いいね。みんな、いつものみんなのいいところが出てるよ。それダメ。OK、ここは取れちゃう。いいよ、いいよ。いつものいいところが見えてる。はい、あ、おお、ベイルがいいとこ走ってたな、今。はあ、結局よかったわ。あと1点ぐらい取ろう。気持ちよく1点取ろう。この試合気持ちよく取れてないから。はい、誰か走ってこい。あ、終わった、終わっちゃったわ。まあなんかね、なんとかやったりましたけども、終わってみればという感じでしたね。ああ、まあ相手結構、僕がねフォーメーション変えたら、自分もねフォーメーションの画面に行って変えてたりしてたんで、何を対応されるかっていうのね、やっぱ相手の出方っていうのをすごい気にしすぎてたかもしれませんね。はい、結構攻め方だったらもう全部ベイルにフラスルしてクロスか、まあスアレスからのフラスルとかもタイミング的にも結構運ゲーしてたようなところがあるんで、もう相手のこう相手というか僕のね出方を考えずに、もう90分それやられたら結構しんどかったんですけど、逆になんかこう気にしてもらってこう良かったですね。うん、なんかいろいろもなんか攻めにくそうにしてました、謎に。特に変えてないのに。まあアウェイのね洗礼受けました。 で後半80分ぐらいからみんながいつもの明るい顔でプレーしだしたので、とても良かったです。なんとかねこう3点入れられちゃったから80分までもしかしたらまあかかっちゃったっていう可能性あるんですけど、先制してね、アウェイこそ先制して、でまあゆっくり2点目攻めてと取りに行くという自分のペースでやりに行くと、そういう感じでプレーしていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら、バー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。